俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、この間復帰特典の方に、まあ、何やかんやの特典がありますよっていうのをまとめていったと思うんですが、まあ、それの発展系ですね。今回はちょっと解説していこうかなと。金車を A 級で使っていく方法ですね。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、この復帰特典の方にですね、ログインボーナス7日目に、まあ、シーアの方が入っているという風になってますね。一応これシーア以外にも、なんか結縮とか入っているらしいですね。え？これも寄宿？待って。全然気づかんかった。そしてたまたま気づいたんだけれど。寄宿じゃん。どっちなんこれ。え？どっち？まあ一応こんな感じで、7日目は、金車という風になっているわけなんですけれども、この金車の方はですね、7日間の体験という風になっているんですよね。体験だから A 級化は無理だろうっていう風に、まあ思われる方もいらっしゃると思います。A 級に使える方法ですね、僕が今回話すのは。まあそれをやっていくわけですね。まあちょっとね、僕が前に話した部分で間違ってる部分とかもありましたから、まあそこら辺も訂正していきながらですね、今回はまとめていこうと思います。一応ですね、この復帰特典っていうのが、左上の方にありますが、28日後にイベント終了と、まあ、この間撮った分とかもあるんで、まあ、約30日かなというふうに思います。30日間ですね。30日プラスの1アカウントに対して、まあ、放置する時間がありますので、7日間と37日間1アカウントで必要と。で、37日のうちログインボーナス受け取ってからですね、まあ、金車の方使える間の方がですね、7日間というふうになるわけですね。37分の7というふうな形になるわけです。じゃあ37日のうち7日間金車が使えるのであれば、6アカウントでローテーションをすればですね、まあ、金車を皆さん全員ですね、まあ、A 級に使えるという風に、まあ、実質になるわけですね。そうやってしていくことによって、金車の A 級の使用っていうのが可能になるという風になるわけなんですよね。まあ、この使用僕待ってたんですよね。常設で金車の体験が来る。この使用僕ずっと待ってました。まあ、ですので、これが来れば、ま、A 級化できますから、なんやかんやの方法で。まあ、なんで、例えば、この復帰特典っていうのはですね、レベル15以上のアカウントを7日間以上ログインしないことによって、復帰状態という風になりますので、まあ、まずアカウントね、6つ用意して、レベル15の状態にしましょう。まあ、少し長い間、アカウント使っておけば、レベル15の達成というのはできますので、まずレベル15のアカウントを6つ用意して、7日放置すると。7日放置してですね、1つのアカウントに入って、ログインボーナスを7日まで受け取りますね。7日目の体験を入手してから、そのアカウントで、まあ、体験の方を実際使ってですね、寄宿かスイヤーの体験ですね。まあ、それを使ってですね、7日間、金車が使える状態にしつつ、もう1つ違うアカウントの方に入って、7日間のログインのボーナスの方を受け取っていくと。まあ、金車の方を使いつつ、ログインして7日間の報酬、ログインボーナスを受け取って、で、金車の体験の時期が切れるタイミングで別のそのログインボーナスを受け取っていた方のアカウントでまた金車の方の体験がゲットできますので、それでまた同じことを繰り返していって、繰り返していって6つ目のアカウントになったら、まあ、今度はですね、まあ、その復帰特典の期間も終わって放置状態の終わってからすぐその37日以上やってますから42日間ですね経つことになりますので、復帰特典の状態っていうのが解除されて再び復帰アカウント状態になっている一番最初のアカウントに入ってまた同じことを繰り返すと、そういう風な形でまあ、ローテーションしていくことによって、まあ、なんとですね、金車の永久使用ができるというですね、まあ、感じになっておりますから、例えば荒野行動ですね、絶対に課金したくないと。で、特典受け取るためにまあ、いろいろイベント参加してワンチャンの金車狙うのもめんどくせえっていう風に思われている方は、この方法を活用することによってスタートアップの段階でもう金車を使えるようなアカウントってのをまあ、用意することが一応できると、永久に使用できるような環境を用意できるわけですね。まあ、そこから例えば、まあ、特典とかを受け取ってですね、まあ、いろんなイベント今もありますけれど、そっちの方でゲットした勲章の方からまあ、金車を出したりとか、まあ、この間のワンパンマンの時みたいに一応無料で金車をゲットできるような時っていうのもありますので、まあ、そちらの方を活用していって金車の方をゲットしたタイミングでそっちに切り替えていったりとかすることもできますので、まあ、拡張していない金車ぐらいだったら無課金プレイヤーでももう今は永久に活用することができるよっていう状態を、まあ、皆さんの工夫によって作り出すことができますから、まあ、されてみるといいのかなというふうに思いますね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、電動が出たことによって金枠の価値が下がりつつあるから、オレンジ枠なんかかなり価値が下がったのかなと。まあ、価値が下がったっていうか、まあ、ゲームは基本的にインフレしていきますからね。インフレさせていって、まあ、その中でですね、まあ、型落ちのアイテムっていうのは、まあ、配ったりとか、まあ、ある程度その入手しやすいような状況にしていくっていうですね。まあ、そういう風にしていくことによって、まあ、ユーザーの購買意欲をかき立てていったりとか、まあ、未課金、無課金ユーザーが、まあ、そこそこゲームができるようにしていくっていうのはですね、まあ、割とどのゲームでもされていることかなっていう風に思いますね。で、次ですね、今日栄光物資勲章2回引いたら、まさかのオレンジ枠のスカーが出ましたと。まあ、昔はですね、まあ、オレンジ枠の、まあ、天竜飛翔のスカーとか、珍しかったですしね。まあ、栄光物資、栄光勲章のあの、ダイヤガチャあるじゃないですか。まあ、あれの拡張みたいな感じで、昔は栄光ガチャの方が実装されて、ダイヤガチャの一部が引き継がれ
されたみたいな感じの仕様だったんですけれども、まあそれの名残みたいな感じで、今の常設の栄光ガチャの方にも、まあそうやってですね、オレンジ枠のダイヤで買えるスカーっていうのが残っちゃっているって感じですよね。まあ基本的に回すんだったら、まあ、結構美味しい感じの限定の栄光物資を回すっていうのが、まあ普通にいいのかなっていうふうに、まあ思いますね。わざわざ常設を回す理由がマジでないからですね。二人乗りのスポーツカーとかも別にいらんですしね。で、次ですね、もうそろそろワコンだし、弱めの金車配ってもいいと思うと、ワコンの定義がよくわかんないと思いますけれど、まあ最近は体験とかも配ってますし、まあ少しずつラインっていうのは下がってくるのかなと、また1年、2年、3年と経っていけばですね、その配布部分っていうのはまた変わってくるのかなっていうふうには思いますね。で、次ですね、衣装の組み合わせが悪いせいで、チーム待機の時にチカチカする服が多数あるんですが、一向に治りませんと。まあそのゲーム内だったりとか、あとまあツイッターの方にですね、まあバグだったりとか、まあ不具合の問い合わせのコーナーがありますので、そっちの方にですね、まず問い合わせてみればいいんじゃないでしょうか。まあ過去結構ですね、組み合わせが悪くてうまく表示されなかったスキンとかも、まあ、修正されているものだったりとか、まあ、ちょいちょいですね、まあ、個別で修正されているものってのはありますので、まあ、その都度言っていけばいいと思いますね。まあ、結構こういうゲームでその服同士がその貫通しないようにするっていう処理ってめっちゃ難しいんですよね。まあ、その物理演算でその肌とか服に触れたらお互いがですね物質弾くようにするっていうですね処理って超難しいらしくて、まあ、仮に技術的にできたとしても、まあ、スマートフォンとかパッドぐらいのスペックのですね端末ではそれの処理をした時にめちゃくちゃ重くなっちゃいますから、どうしてもそのこの組み合わせが悪くてどんな組み合わせでもその合うようにっていう風にしていくのは結構難しいっていう風になりますから、まあしゃあないのかなと、まあ、個別に直していくしかありませんので、まあ、まずは行ってみることが大事じゃないでしょうか。まあ、MMD のなんか制作者の動画とか見たらわかると思うんですけれど、本当ねグラフィック同士がその被りそうな処理になるときに被らないように処理してくれるような、自動で処理してくれるような物理演算ってマジで難しいらしくて、まあ、詳しくはそういうの調べてみてください。で次ですね、最近ガチャ回していて思ったんですけれど、被りの時のダイヤ配布減りましたと。いやダイヤは減ってなくないっすか。ダイヤは多分減ってないよね。チケットは減ってると思いますね。特に金の服のチケット、昔と比べて同じ種類の金箔の服かぶせても、まあ、変換される枚数っていうのはかなり減ったなっていう風に思いますよね。まあ、金箔の服のチケットを使う場所っていうのはすごく増えましたけれど、チケットの変換枚数は減らすっていうですね、まあうまいその使い方をしているなっていう風に思いますね。コラボレーションとかのその交換あるじゃないですか。交換とかでも10スキンと服スキンですね、交換するときの必要なそのコインの枚数っていうのが同じに設定されてますので、そういうことかと。服の価値もそこで上げていくみたいな。まあ、金枠のスキンの平均化を図っていって、今までその金枠の車両にですね、価値が一極集中していたところを、まあ、分散させようみたいな。いろんなアイテムの価値をですね、同じぐらいのところまで持っていくことによって、うまくその分散させていって、仮にその金枠の車両で売っていけなくなっても、まあ、重機スキンとか、副スキンの方で売っていけるようにやっていこうみたいな。まあ、その運営の物の売り方のシフトってのを感じますよね。で、次ですね、永遠は乗ったことないけれども、性能だけだったら、7つの滞在のトゥルーラブがいいと思いますと。まあ、結構コラボレーションの車両の性能いいやつが実装されることが増えましたよね。拡張して等級を上げることができるような車両のまあ、性能ってのが最近下がっていってですね、まあ、それで性能を取るのかそれともキーランクを取るのかみたいな相互互換の関係に持っていって、まあ、うまくその等級高い車を扱いたいのであれば運転技術を上げてですね、うまく運転できるようにしてくださいねみたいな感じにしたいんでしょうね。はい、まあ、だったらまあ車運転できる場所っていうのも、車の運転を練習できる場所っていうのも射撃場に用意してほしいですね。射撃場ちょっと狭すぎるんで、まあ、なんかそういう運転できる場所があるといいと思いますね。